今回はテニス IQ クイズを行っていきます。難易度は星3つ。皆さんは今回のクイズに答えれるかな今回のお題はこちら。手前側のリターンの人がストレートにロブを上げました。この時にリターンの人が攻撃的なプレイをしようとした時にどのような行動をとっていくでしょうさらに手前側のチームの青色の人は どの位置にポジションを取ったらいいでしょう正解はこちら。リターンを打った人はネットプレイを取るのがいいです。なぜかというと、ロブできたボールはロブで返すのが簡単になっていきます。そうすると、リターンを打った人がベースラインに留まっている形になれば、ループ系で深いボールを打たれた時に、 下がってディフェンス的な行動をさせられてしまうためです。それがネットプレイを取ることで、相手は浅いロブを上げてしまったらスマッシュで攻撃されてしまうというプレッシャーがあり、ループ系のボールを上げる難易度が上がっていきます。さらにロブを返球する人はループ系なボールなので、弾道の低いボールを打つ難易度は高くなっていきます。なので浮いてくるボールが来る可能性が上がっていきます。なので中級レベル以上になってくると、このようにネットプレイを取って攻撃的な価値を取ろうとしていきます。 あとは青色のポジションですね。青色のポジショニングもロブが取れるような立ち位置を取っていきます。先ほど話したようにロブで上げたボールはロブで返しやすいので青色の人が前に詰めてしまうとロブで抜かれてしまう可能性があります。よく相手チームの後悔が打つときは前の人は前に詰めましょうと言われますがロブ系なボールに対しては少し後方で待っていた方がいいです。 さらにロブを返球しようとしている人はクロスのショータングに対しては打つ難易度がとても高いので後方でも少しセンター用に立っておいて大丈夫ですもう一度通して見てみましょう皆さん正解しましたかテニスの域をどんどん高めてより良い選択ができるように頑張ってみてくださいそれではまた次回のクイズをお楽しみに